を失った曹操は激情に駆られて徐州の当県を攻めた。一方、それを好機と見て遠州を奪い取ろうとする者がいた。乱世の野獣呂布である。董卓を討ったものの勢力争いに敗れた呂布はその後各地を流転。曹操陣営の何者かの内通を得て遠州へと攻め寄せたのだった。先の戦の傷跡も癒えぬまま再び戦火にさらされる遠州。野獣の隙になどさせるものか。牧羊で遠州の留守を預かる夏侯惇は呂布迎撃に機嫌を上げる。呂布急襲の報を受けた夏侯淵、楽進も夏侯惇のもとへ駆けつける。主君曹孟徳の覇道、その背中を守るも我らの務め。熱く惜しく牧羊に闘志が燃える。こちらは貨幣、相手はあの呂布です。これでは兵もおじけづくというもの。私にできることは先方を務める程度です。それをもって私自身と兵の恐れを払わねば。し、呂布のやつめ、誰の入れ知恵か知らんが卑劣な真似を。呂布の本体はまだ到着していないらしい。奴が来る前に体勢を決しなくては。すでに敵の奇襲で純育が包囲されている。まずは奴の救出から始めねばな。さあ行くぞ、乱世の野獣、俺たちで勝ってやるのだ。たく呂布の野郎、油断も隙もねえぜ。叩き出すか。純育が囲まれちまってるな。出ないとも助けてやらねえと。城の周りを固められてはうっとうしいな。敵を押し返しながら進むぞ。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。させていただく。役目だ。
だ？やろう、思わせぶりだぜ。まあそんなことより、今は注意区だな。助かりました。九死に一生とはまさにこれだが、妙だ、敵の少ない。かかったな、愚か者め。今頃牧羊城はヨフ殿の支柱。お前たちに戻るべき城はない。お前たちはここでわしが大丈夫かよ、トニー。この一瞬、この船を射抜いてくるとは。急ぐぞ、僕の上に座る呂布を撃つ。城を開けるとはバカな奴ら。この牧羊は俺がもらったぞ。呂布殿こそ世を治めるにふさわしきお方。その天下はここより始まるのです。僕にバカって言われたのか。許せねえ。早いとこ城を取り戻すぜ。そ、門を閉じてくだされ。さらに橋を落とし、敵を追い込みますぞ。まずはここから出ることを考えるか。考えるっていうか、つくだけかな。いつもながらお見事な武勇。何のあります。ここはこれくらいで勘弁してやる。だが牧羊城はもう呂布様のものだ。あら、何度も。こりゃどうしようもねえな。南にも橋があったはずだ。そこから牧羊城へ向かう。私たちも加勢する。ここを呂布様の天下への出発点にするのだ。外郭の門まで閉じられたか。ここ城へ入らねばならんが、南に道があった。そこからならば城内へ入れるやもしれません。よし、じゃあちょっくら行ってくるわ。お前たちはここで敵を引きつけといてくれ。おい、目が何者だ。要塞の罠は舐めてねえ。悪い、急いでるんだわ。お前の相手なんか捨てられっかよ。本気出すぜ。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。やるな、縁。頼もしい限りよ。戦は知略でするもの。取り知るがよい。私の知略が破れようと。たった一人で見ろ。この道から攻めてこられた。もう一度お手合わせ願うよ。まだやられ足りなかったのかよ。しゃれ、手をまた打ちのめしでやる。
れだ。呂布殿にはかなうまい。これで一件落着ってとこですな。